こんにちは、賃貸まさきです。本日は奈良市飼いの塚にございます、本当に分譲マンションのような、大変高級感のある、広い間取りのお部屋のご紹介となっております。まず、こちらのお部屋ですね、こんな形で、今回、生活の、ね、イメージがつくように、家具を置いていただいてます。こんな感じで、リビングはですね、ダイニングテーブルやソファーもこうゆったりと置いていただけるような、かなり、広々としたリビングとなっております。またバルコニーの方もですね、こちらかなり、出幅がございまして、お布団や、ね、お洗濯物もゆったりと干していただけるようになっております。日当たりもね、バッチリのお部屋ですね。そしてこちらはですね、現代風の和室になっておりまして、奥には収納もございますので、とてもね、おしゃれに暮らしていただくことができるようになっております。そしてキッチンがこちらですね、3口のシステムキッチンと、なっておりまして、調理スペースもかなり広々としております。これだけね、物を置いてもあんまり、圧迫感のない快適なキッチンですね。で、収納の方もですね、こんな感じでこう上からたっぷりと入れていただけるようになっておりますので、調理器具なんかはもう全てこちらに入れていただいて、後ろ側にですね、冷蔵庫や食器棚、大きなものも置いていただけるように、かなり広さが確保されております。そして気になる水回りの方がこちらになります。まずこちらが浴室ですね。こうゆったりと肩まで、使っていただける大きなサイズになっておりまして、このお部屋窓もねついておりますので、ちょっと夜景も、楽しみながらご入浴ゆっくりとしていただけるようになっております。とてもかっこいい浴室ですね。洗面台もかなり広々としておりまして、鏡もね大きいですし、もちろん散歩ドレッサーなんかもついております。大変スタイリッシュな洗面台ですね。で、収納もこの下とこの横の方にもついてますので、タオル類なんかもねしっかりと入れていただきますね。で、こちらのお部屋なんか変わってまして、この間がですね、お部屋との間が、クローゼットのタイプになっておりますので、ちょうどね、ご入浴後すぐにこう着替えて寝室に行っていただけるような、とっても生活動線の考えられた間取りとなっております。で、洋室の方がこちらになっております。この前出っ張りとかも、ね、ありませんので、家具も本当にゆったりと配置しやすくなっております。大きめなベッドなんかもね、余裕で置けちゃいますね。で、そして反対側にもですね、お部屋がございまして、こんな感じでお子さんの、ね、お勉強の部屋なんかにもしていただけます。こちらの方にはですね、出窓になってますので、こう何か置いていただいて飾っていただいたりもできますね。で、もちろんこちらに収納スペースも確保されておりますので、こちらね、ウォークインクローゼットとは別にまだ収納がございます。で、こちらがお手洗いとなっております。こんな感じでね、もちろんオシュレットもついておりますし、大変清潔感のある、そして上にも、収納がついておりますので、広々とした手洗いとなっております。こんな感じでですね、こう家具をね、実際に置いていただいても本当にゆったりと、暮らしていただける大きな間取りとなっております。こちらはペットも、ね、一緒に住めちゃう部屋になっておりますので、そのあたりも、ぜひ注目して見ていただきたい物件となっております。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のマテラス奈良心賃貸まさきでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。